では食塩塩化ナトリウムに電気が流れるかどうかを調べてみます。こちらは電源装置です。直流の電流を流します。つなぎ方は赤がプラスの極、一つの輪っかになるようにつなぎます。これ豆電球を通って、電流計はこの赤の側を赤い端子につなぎます。で、暗い方がマイナス極の方につなぎますが、どのぐらいの電流が流れるかわからない場合は、5アンペアから500ミリアンペアと順に下げていきます。そして、こちら、これ塩化ナトリウム食塩が入ってます。もうすでに電圧はかけてるんですけれど、こちらがマイナスの極です。プラスからマイナスに一つの輪っかになるようにつないで、今5ボルトの電圧をかけていますが、電流は流れていません。あまり電気もついてません。で、この電極を、まあ、食塩塩化ナトリウムをこちらに溶かして水を用意してあります。では食塩水の状態にした場合、電気が流れるかどうか調べてみます。では電極をこう移します。この、こちらが食塩水です。豆電球がつきました。電流計の針も振れています。500ミリアンペアの端子につないでますから、今200ミリアンペアぐらいの電流が流れています。ちょっと電極の変化に注目してください。プラスの極とマイナスの極、両方から泡が出てます。なんか電気が流れてるときは、なんか電極に変化が起こるようです。この泡の正体は何でしょう。考えてみましょう。これは食塩水に電流を流すことによって電気分解が起きています。